株式会社パルマの木村です本日は皆様お忙しい中弊社の決算説明会をご視聴いただき誠にありがとうございます限られた時間ではございますがどうぞよろしくお願いいたしますえ決算説明会の前に、えー、私自身がですね、えー、昨年12月に代表に就任したばかりということもございますので えー、少しだけ自己紹介をさせていただきたいと思います私は神奈川県海老名市出身です、えー、先月40歳になりました現在は横浜市に住んでおります学生時代は小学2年生から、えー、大学卒業まで、えー、15年間野球をやっておりました 群馬県にある上務大学を卒業後2007年に地元である神奈川県の株式会社加瀬倉庫に入社しました加瀬倉庫では屋内外のセルフストレージの開発出店から運営までを行っており在籍していた17年間でおよそ1000カ所のセルフストレージ施設の出店に直接携わってきました また、有給不動産の有効活用の一環として貸し会議室やレンタルオフィス、バーチャルオフィス、貸し看板、シミュレーションゴルフ事業などの新規事業に携わり拡大してきました2018年に加瀬倉庫のグループ会社である加瀬トランクサービスの代表に就任しその後、2022年に株式会社加瀬倉庫の代表を経て昨年6月に パルマににに入社しし12月に代表に就任いたしております株式会社カセソーコ、かせ倉庫は全国1800か所、約8万室のセルフストレージ事業を運営しているいわゆるトランクルームの、えー、事業者の立ち位置なのですが、えー、弊社パルマはです、ね、えー、パルマの事業はこのようなセルフストレージ事業者のサプライヤーとしての役割を担う会社であります。 およそ20年間セルフストレージに携わり続けてきた経験値を余すことなくパルマの事業に生かしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは株式会社パルマの決算説明会を始めさせていただきます。 本日はまずパルマの会社概要、事業概要について次に2024年9月期第2四半期各事業の状況について最後に2024年9月期第2四半期各事業の進捗及び今後の戦略についてこのような構成でご説明をさせていただきます。 パルマについて会社概要と事業概要ですまず会社概要になります弊社の本社所在は千代田区工町です事業内容といたしましてはセルフストレージのビジネスソリューションサービスプロバイダー事業を提供しております 二千二十四年三月末現在の従業員数は三十九名の会社です。役員構成は記載の通りとなります。次に事業概要です。弊社では大きく分類するとビジネスソリューションサービス、えー、短期ソリューションサービスの二つのサービスを提供しております。 まずビジネスソリューションサービスですセルフストレージ経営に携わる事業者に対して多岐にわたる業務プロセスをワンストップで提供しています受付審査収納代行賃料の債務保証、ストレージ施設の総合管理など一括住宅はもちろんのこと一部プロセスのみを受託することも可能です事業者の運営効率化コスト削減 リスクヘッジ手続きの迅速化簡略化などこれらを遂行しておりますセルフストレージ事業者向け賃料債務保証付き BPO こちらは国内事業者様の約6割にご利用いただいております IT 施設システム開発ではホテルの予約サイトのようにリアルタイムで空室検索や在庫管理 申し込みやオンライン決済ができる独自のプラットフォームを提供しておりますセルフストレージ事業者と利用されるお客様の利便性向上のため IT 分野への積極的な投資とシステム開発も行っておりますデジタル活用でより便利により簡単にセルフストレージが人々の生活の当たり前になることを目指しております次に短期ソリューションサービスです キーピットブランドで用地取得から物件開発販売までを自社で一貫して行うことによりローリスクで収益性の高い施設提供を実現しておりますまたプロパティマネジメント付きですので多様な顧客に施設販売を行っております施設売却後も一気通関のサポート体制で 事業者様の安定的で効率的な経営をサポートしております豊富な実績をもとにセルフストレージの総合デ,デベロッパーとしてストレージを世の中に広めることを目的としております次にサービス系統,系統図ですこちらの図にあるように弊社は セルフストレージ事業者と利用者が円滑に事業運営を行い利便性を向上させ世の中に多く認知させることを目指しておりますセルフストレージのプレイヤーではなくサプライヤーという立場に徹することで市場を客観的に分析し運営効率化コスト削減リスクヘッジ手続きの迅速化簡略化などを加速させていき セルフストレージを世の中に普及させていくことが弊社の存在価値であると思っております弊社のサービスがさらに普及することで市場拡大に貢献し利用者の生活になくてはならないサービスにまで発展するものと考えております次にパルマの強みです まず成長市場です。弊社が提供するサービスが属するセルフストレージ市場は、屋内型と屋外型の二業態に区分されます。現在全体の市場規模は八百億円強で、年率二から六パーセントの成長率で堅調に成長を続けております。 現状のペースで、えー、上昇していくと2028年には1000億円を超える市場拡大が期待できる状況ですまた弊社が展開するビジネスソリューションサービスは日本全国400社以上に導入実績がありこの数は業界の過半を上回っております新規導入実績を拡大させながら業界の過半を上回る既存顧客が事業規模を拡大させることで 市場規模が拡大していき弊社のサービス提供数が拡大していくこととなりますこれらが弊社の事業基盤となり大きな強みの一つとなっております次に成長するセルフストレージ市場です東業界を定々観測している矢野経済研究所の最新資料では 2020年時点から10年後の2030年までの市場予測としてグラフに記載があるように上位予測1.54倍、中位予測1.45倍、下位予測1.28倍、このように予想されており継続的な成長が見込まれる市場といえます。 今後も新規拠点、質数ともに順増が続いていくと予想されており供給数の増加とともに新たな需要の掘り起こしを行う余地があり継続的成長の要因と挙げられ,挙げられています都市化の進展と居住面積の減少ステイホーム、EC 取引拡大これらは業界の需要拡大の追い風となっております 次に業界のプラットフォームです弊社ではセルフストレージ情報検索サイトニコニコトランクを運営しておりマーケティングにリソースを割くことが困難なセルフストレージ事業者の集客面での支援ツールまで展開を行っております全国7000施設31万室が登録されており過半を上回る事業者が導入しております 運営規模や運営実績に関わらず最適なサービス提供を行っておりますので事業への参入障壁を下げることを実現しておりますこれは市場拡大にも大きく貢献しておりますまた弊社では東京神奈川を中心に都市型施設を多数開発しております 開発した施設を個人や機関投資家へ供給する都市型デベロッパーとして成長してきました繰り返しになりますがセルフストレージ業界が成長市場であること弊社が提供するワンストップサービス弊社の圧倒的なシェアこれらが大きな事業基盤となっております また図に記載の施設開発から滞納管理まで。セルフストレージビジネスプロセスをワンストップで提供しているのは弊社だけの強みです。またこれらの B. P. O. サービスのサービスへの参入障壁は非常に高いため。他社との競合が少ないことも強みと言えます。ここまでが弊社の事業概要になります。 続きまして、2024年9月期第2四半期業績報告になります。2024年9月期第2四半期ハイライトです。ビジネスソリューションサービスにおきましては、賃料保証付き BPO サービスの新規受託に加え、 多業態への既存サービスの拡販が堅調に推移し事業収入は前年同期費16.5%増加という結果になりました短期ソリューションではコンテナ型トランクルーム14施設の投資開発を行いそのうち7施設が運営稼働をスタートしました開発物件の売却、海洋コンサルティング、 セルフストレージ施設の売買仲介などの収益を計上するも事業収入は前年同期比19.9%の減少となりました損益計算書は記載の通りとなりますセルフストレージ事業者向けビジネスソリューションサービス事業は好調に事業規模を拡大できました また短期ソリューションサービスではコンテナ型トランク施設の開発に注力し14施設の、えー、投資開発を推進しております売上高9億9800万円営業利益1600万円当期純利益200万円という結果になりました貸借対,対象表です総資産は 三十六億三千二百万円です。第二四半期では大きな変動はございません。キャッシュフロー計算書です。内容としては記載の通りなのですが。現金及び現金同等物の四半期末残高は二十四億四千三百万円です。第二四半期では大きな変動はございません。 次にビジネスソリューションサービスの業績です。サービス新規受託件数は8705件と、前年同期比で10.3%増加しました。また、サービス導入実績も700社を超え、堅調に推移しております。要因といたしましては、保証受注バリエーションの多様化が挙げられます。 約3000件の保証を包括的に受け入れたことや既存クライアントの新規出店加速に伴うストック収益の増加が大きく影響しておりますまた新たなサービスとして資材置き場を目的とした貸し地向けの保証を受け入れ新規契約取引を受注しましたその結果売上高6億7500万円セグメント損益2100 2億 1, 万円のの結果となりました次に短期ソリューーションサービスの業績です前年同期と比べ、一棟専用施設である屋内型トランクルームの販売がなかった一方で、施設開業コンサルティング、新規開業工事請負いサービス、施設の仲介販売等による売上高を計上しました。 仕入れとしてはコンテナ型施設の投資開発を強化しておりますまたマスターリース賃料保証額増加に対し運営物件の稼働率向上に伴い賃料収支が改善しておりますその結果売上高3億2300万円セグメント損益1億2500万円の結果となりました以上が 2024年9月期第2四半期業績報告になります最後になりますが各事業の進捗及び今後の戦略ですビジネスソリューションサービスの受託件数です 滞納保証付き B. P. O. 受託残高は。十二万七千八百七十一件で、前期末比二点二パーセント増加しております。月次経常収益は。三億一千四百万円で。前年同期比十三点九パーセント増加となりました。弊社のサービスを導入いただいている事業者様は、四百社を超え、堅調に伸長しております。 残地不要品の片付け整理サービスの多業界向け展開弊社サービスの一プロセスである収納物撤去をストレージ事業者以外の多業態にもサービス展開をいたしましたライフイベント発生時の物品整理家賃保証会社の滞納再建処理不動産会社の工事フェーズなど今後ニーズが拡大していくプロセスなのでサービスの収支と アライアンスの拡大を、えー、推進していきます。短期ソリューションサービスにおける開業コンサル工事請負いになります。弊社では立地診断や施設プランニングなどの開業コンサルから施設工事やトランクルーム専用パーテーションの提供などの施設工事請負いまで一括受託しております。 セルフストレージ事業者はもちろんのこと有給ビルを保有しているオーナー様からオーダーなどの事業領域を拡大していっております施設開業後は弊社のビジネスソリューションサービスを提供することで開業から集客、施設の維持管理までワンストップでのサービス提供を実現しております次に屋外コンテナ投資推進になります 従来、投資開発をしてきた首都圏、建物型に加えて、全国を対象とした屋外コンテナ施設の事業量を拡大しております。自社開発を行うことで、直接市場拡大を図りながら、施設売却後はビジネスソリューションサービスの自宅を進めております。2024年3月時点で14物件の用地を確保しており さらに20件の出店用地を契約予定中です登記中に40件の出店を目標としております次に日本郵便との業務連携深化です施設開業から運営におけるプロセスを弊社が全面的にサポートし 福岡県の八幡西郵便局の一角にセルフストレージ施設を開業いたしました日本日本郵便の郵便局施設の新たな活用形態であり日本郵政グループの資産活用への関与貢献の実現に向けた第一歩がスタートしました百三十室を超える比較的大きめの施設ですが オープンから約2ヶ月弱の期間ですでに40％近く稼働するなど好調なスタートを切っております。八幡西郵便局プロジェクトが非常にいいスタートを切れました。えー、非常にいいスタートを切れましたが、日本郵政グループの資産活用への貢献が弊社のミッションでありますので、2店舗目以降のプロジェクトに繋げられるようなサービス提供を行ってまいります。 続きまして業績達成への戦略になりますビジネスソリューションサービスに関しましては連携セルフストレージ事業者の利用率向上新規提携先拡大セルフストレージ事業者機械の創出多業態への既存サービス拡販これらを重点課題としておりますウェブ予約在庫管理システムのクラリスのリプレイスを実行し これまで以上に利便性と生産性を兼ね備えたサービス提供を行い、提携先の拡大につなげてまいります。また、多業界向けのサービス展開も注力していくことで、事業領域拡大を図ってまいります。短期ソリューションサービスに関しましては、セルフストレージ厳選開発・投資、投資機会・領域拡大、運営物件の稼働スピード向上、 これらを重点課題としております。既存の建物型開発プロジェクトに加え屋外型コン,テナのコンテナへの投資開発を積極化することで投資機会の拡大を図るとともに投資領域も拡大されるため幅広いニーズへの商品提供を行っていきます。 また自社開発物件の出店スピードを加速させながらこれまでに培った運営実績から得た蓄積データの活用を積極的に行い地域ごとの値付けや提供サイズなどの分析につなげ早期稼働率の向上を実現してまいります弊社はセルフストレージ市場を中心とした市場における b p o サービスの受託シェア拡大と 施設開発供給による市場規模拡大に貢献し成長していきます弊社のサービスをさらに普及させることでセルフストレージ市場への新規参入障壁を下げ事業者拡大を図ってまいりますまた弊社自らも出店開発を積極的に行いセルフストレージ市場規模拡大に貢献し業界全体が好循環する環境づくりに終始,終始していきます 弊社サービスの受諾室数は市場全体の2割前後ですこちらの図でわかるように大きなポテンシャルを秘めております弊社の体能保証付き BPO、IT、CS、これらのサービスを駆使して既存顧客の底上げから新規顧客獲得を進め受託件数を伸ばしていきます また、既存事業者の事業拡大だけに頼らず、有給不動産を所有しているオーナー様に不動産の有効活用としてセルフストレージを普及させるなど、新たな機械創出の方法を提供していくことが重要だと考えております。 そのために弊社のサービスを幅広く普及させることに注力してまいります事業規模拡大には多業態へのサービス拡販が必要不可欠です決済回収などインフラや供給に課題を有する業態に提供し業務運営効率や事業リスク低減を支援してまいります 弊社の強みを生かせるサービス分野を世の中に拡散し、事業領域を拡大してまいります。次に投資機会領域の拡大です。一棟専用施設、屋外型施設、中古物件、その他収益不動産、これらの投資商材の開発を加速させ、 投資機会を拡大させ投資家ネットワークを構築していきますまた施設売却後は体能保証付き BPO の自宅を行い安心して投資できると、えー、投資商品として投資領域の拡大も図ってまいります次に賃貸運営力の向上ですこれまで培ったセルフストレージの 運営経験や蓄積データの活用により施設稼働スピード向上資産価値の安定化を実現しますまた To b 利用者の拡大も重点課題として取り組み保管義務のある書類の保管など配送サービス付きストレージの普及も目指してまいります セルフストレージビジネス向け BPO 等のサービスの安定成長とセルフストレージ開発投資や既存サービスの異業種への拡販等により事業基盤と利益の拡大を図ってまいります。以上が各事業のののの進捗及び今後の戦略になります。本日の決算説明会の内容としては、 以上となりますご視聴ありがとうございましたそれでは続きまして質疑応答に移らせていただきます、はい、えっと順番に、えー、回答させていただきます まず質問ご質問いただいている内容が不動産の活用方法としてストレージはどのようなメリットがありますかというご質問です、えー、こちらはですね、えー、セルフストレージのメリットとしてはですね、えー、まず他の有効活用事業と異なりですね運営経費が極端にあの少なくて済むというところにございます例えば比較対象としてアパート に対するあのの投資の場合オープンしたときにあの入居率は高い高くなるんですけれども、えー、運営していくごとに、えー、年数が築年、えー、していきあのー、設備のアップデートをしなければならないようなコストがかかってきますまた水回りを有することから、えー、10年や15年に一度大規模修繕を行う必要が出てきますまた 蓄電ととももにあの賃料ののの下落もあの発生すするのが、えー、アパートの特徴です一方でセルフストレージの場合は、えー、細かく区切った、えー、床を貸し出すサービス、まあ、いわゆる倉庫ですので目立った設備があの必要ありませんですのであの水道やガスなどの設備も不要なため、えー、修繕にかかるコストが大幅に少ないところが特徴であります。 はい、次にご質問いただいている内容になりますどのように営業活動をしているのでしょうかこちらはですね、えー、とビジネスソリューションサービスと短期ソリューションサービスで営業手法が異なるのですが今現在ビジネスソリューションサービスにおきましては 国内の事業者400社を超える事業者から、えー、事業者にサービスを提供しております一つはその既存の事業者様が事業拡大するとともに我々も成長しているというあのいい流れがあの組めているのですが新規の獲得方法としては一つはやはりあの我々の b p o サービスを世の中にあの宣伝していくことにより、えー、新規 新たにストレージ事業を始めたいというお客様からのお問い合わせが一つありますあとは有給不動産の有括をですねあの希望されているお客様に対してセルフストレージの設備を提供するとともに出来上がったセルフストレージのです、ね、運営管理をそのままわれわれの方で受託するという営業の方法をとっております短期ソリューションサービスにおきましてはえー まず、用地開発があのー、大事になってきます。まあ、首都圏であれば、あの土地の購入地方の屋外型であれば土地をえー、8割方は賃借してあの出店をしております。ですので、世の中に出ているその不動産情報、売り地、貸し地の情報を常にあの収集してえ産、ー、があるような物件に対して、えー、アプローチをかけていくような営業手法を取っております。 続きまして、事業環境はいいのでしょうか、えー、社長の率直な感想を教えてくださいという質問になります、えー、事業環境自体はですね、あのーえー、2018年ぐらいを境にです、ねえー、日本のトランクルームの市場でいくと、屋内型と屋外型の、えー、コンテナの2種類の業態がございます。 で2018年を機にですね、えー、今まで、えー、年間の出店数が屋外型のコンテナの方が圧倒的に多かったものがですね屋内型の出店室数があの逆転するという現象が2018年に発生しておりますでこのままですね、えー、屋内型が主体としてあの発展していくものかと思われたんですけれども。えー まあ、コロナ禍に入りまして、でコロナ禍以降、まあ、物価の高騰、まあ、円安、あとはウクライナ、えー、情勢など、さまざまなことが起きて、日本の不動産価格がものすごい高騰しておりますで。不動産価格の高騰だけではなくて、物価の高騰、あと建築費、建築資材の高騰により、えー、1棟のです、ね、屋内型新築ストレージの出店が鈍化した期間がいま、えー、だに継続しております。 でおそらく最新の、えー、資料はまだ発表されてはいないんですけれども、このコロナ禍以降、1、2年はです、ね、また再度、屋外型のストレージの出店が増加しているものと思われます、まあ、弊社がです、ねえー、新築一棟ものの、まあ、キーピットブランドのトランクルームを開発しながらも、屋外型のコンテナ,コンテナの出店を今、強化している理由も一つそこにございます。 要は売り地ではなくて貸地、しかも地方の土地の場合、ですねこの不動産価格の高騰がですねあまり影響を受けてないという状況からですねこちらの屋外型の出店に舵を切っているという状況でございます、まあ、コロナ禍を挟んだとしてもですい、ね、まあ、未だに資料の中にありましたが年間2%から6%市場自体が成長している状況は変わりございませんので ご質問にある事業環境自体はあの非常にいいものだと思っております。はい、で続きまして、他社と比較した際の、えー、御社の優位性は何でしょうかという質問になります。えー、こちらにに関しまししままては、えー、資料の中でありましたように まあ弊社の場合、日本国内で唯一です、ね、まず施設の開業、まあ、工事に関わる部分や、オープン後の運営管理、また、顧客と利用者の間に入った BPO のサービス、滞納保証を含めた BPO のサービス、これらをワンストップで行っている事業者っていうのは弊社だけであります。 でまた既存で,です、ね、このサービス自体が国内のシェアの6割を超える規模となっておりますので、これも強いあの事業基盤となっておりますで。ご発注いただけるお客様に対してはです、ねあの、弊社であのワンストップでサービスを提供できるメリットがありますので、まあ、あのオーナー様にあの手間をかけさせないっていうところが大きな特徴かと思っております。 はい、次に、えー、エリアリンクをはじめとして同業他社がたくさん出店していますが競争環境は厳しいのでしょうかという質問になります、えっとまあ、エリアリンクさんはですね、えっとまあ、事業 KPI として年間の出店室数を、まあ、1万室以上のものを、あのー、KPI に掲げておりますので、まあ、ものすごいスピードで出店を重ねております ただです、ね、この近年、おそらく先ほどご説明させていただいたあの事情とあの同じかと思うんですけれどもエリアリンクさんもです、ねえー、と首都圏の出店というよりは地方都市,地方都市の、えー、屋外型の出店が割合が多くなってきていますですので、えー、まずニーズをです、ね、分散しているというところが一つ特徴として挙げられます。 今まではやはりあの賃料単価が高い、えー、東京、神奈川、千葉、埼玉、関東圏でいうと、あのそのエリアの出店があの同業他社でいうと、あのものすごく勢いで陣、えー、取り合戦をやっていたのですが、ここら辺のニーズの掘り起こしをあの地方に分散していってるという状況になります。で、地方都市ではです、ね、まだ競合他社、まあ、あの提供室数が少ないという事情もありますので、まだまだあの拡大する見込みがあると思います。 でよく比較される部分でいきますとアメリカのストレージと日本のストレージアメリカですとあの 10, 人に、えー、10人に1人が、えー、あごめんなさい100人に、えー、あの <laughs> 何人だっけな全体の1割がもう利用しているというのがアメリカの,あのストレージの、えー、ニーズになります。 で日本ではまだです、ね、10人に1人が知ってるっていうレベルの、えー、業態ですので我々としてはもっと、あのー、サービスが普及していって、えー、供給数が拡大していき、えー、ニーズが増えていくっていうことを、あのー、繰り返すことによってさらに市場規模が拡大していくと思っておりますですのでご質問にある競争環境はあのー 厳しいのでしょうかっていう内容なんですけれども、まあ、東京都内とか限定された場所では、ですねやはり供給数が増えているので、あの厳しいところもあるかとは思うんですけれども、日本全体でいうと、まだまだあの供給数が足りてないという状況にあると思います。 で次にです、ね、短期ソリューション事業のセグメント損益が赤字となっておりますが原因および今後の打ち手をご教示くださいというご質問になります、はいえー、短期ソリューション事業のセグメント損益が赤字,赤字となっている理由といたしましては、えー、我々が過去にです、ね、あのキーピットブランドで、えー、新築で建築したストレージがあるのですが こちらをですね、売却するた際にですね、マスターリース要は家賃保証をかけて売却するということを行っておりますでまだそのキーピットのトランクルームがですね、稼働する前の状態で家賃保証をして売却したこともありまして稼働するまではその。 マスターリース料金が、えー、マイナスの状況で数年間、えー、継続しているという状況でございますで資料にもあったようにですね、えーま、短期ソリューションサービスの、えー、マイナス額の大半がマスターリースの、えー、マイナス、えー、金額となっておりますただ、えー、トランクルマはストックビジネスですので、えー、年々利用者が拡大している状況でございますで キーピットのですね、マスターリースをかけているストレージ自体もですね、現在はもう全体の稼働率が7割を超えている状況ですので、えー、もう時間とともにここら辺のマイナス額は解消していくものと考えております。 えっと一通り、えー、ご質問に対しては、えー、ご,ご回答をさせていただいております、えー、それでは質疑応答は以上となります本日はご視聴いただきありがとうございました今後ともどうぞよろしくお願いいたします